集団的自衛権という言葉ですけれども、なかなか皆さんの理解を、国民の理解を得て、そうしたものを、進めるということだったんですが、国民の理解って得られてるんでしょうか。集団的自衛権って結局今南スーダンに行ってますけれども、皆さん納得してらっしゃるんでしょうか。小川さんから詳しいお話をいただきたいと思います。どうぞ小川先生、ご登壇くださいませ。民進党の参議院議員の小川敏夫です。まあ、アメリカでですね、予想に反して大逆転ということで、トランプさんが次の大統領になりました。安倍政権がですね、昨年憲法違反の安保法案を通しました。今度は自衛隊が日本が攻められた時に日本を守るという専守防衛ではなくて、自衛隊が海外に行って戦争することができるというふうに安倍政権、憲法違反なのにそういう法律にしてしまったわけです。そこでですよ皆さん、トランプさんが大統領、トランプさんは何て言ってましたか。アメリカ兵が今日本を守ってやってんだから、日本ももっと負担しろ、これがトランプさんに言ってることですよね。まあお金の問題もあるかもしれない、だけどお金のことだけじゃ済まないですよ。で、アメリカは日本を守ってやってんだから、日本ももっと負担しろ、その負担が実はアメリカ軍が作戦行動を取るときに、アメリカ軍と一緒に、あるいはアメリカ軍が後ろに行ってですね、日本の自衛隊が先に、お前ら先に行動しろと、こういうことを要求されるんじゃないですか。現に言ってるんですから、アメリカは日本を守ってやってるんだから日本も負担しろ、お金のことだけじゃ済まない。今までもですね、アメリカは中東に行ったさまざまなところで軍事行動を起こしましたけども、だけど自衛隊はアメリカ軍と一緒にそうした戦闘行為は行わなかった。アメリカも求めてこなかった。なぜか憲法があったか、あるからですよ。憲法で自衛隊は海外で戦闘行為をしてはいけない、これは憲法違反だ、だから日本は自衛隊を海外に派兵できません。そのことを日本も守っていただけじゃなくて、アメリカも日本の憲法はそうなったんだから、専守防衛なんだから、アメリカは日本に憲法違反の自衛隊の派兵を要求してこなかった。それで収まっていたわけですけど、今度は安倍さん、憲法は変わりました、解釈は変わりました。日本に影響があれば自衛隊は海外に行ってそして戦闘行為を行うことができるというふうに変えちゃったんです。もう断れないじゃないですか。自衛隊を海外に派遣してくれとアメリカから要求されたときに、いやそれは憲法違反ですからと言っても断れなくしちゃったんですよ。アメリカも分かってますよね。当然今までは日本が憲法違反だって言うんだけど、もう日本自身が憲法違反って言わないんだから、じゃあ同盟国でしかもアメリカは日本を守ってあげてんだから、だからアメリカがこうした国際平和のために行動するときには自衛隊だって協力しなさい、求められるし断れない、そういうときにまさにトランプさんが大統領になった。私は昨年安倍総理がこの憲法違反の安保法というものを強行採決、およそ本当にひどい強行採決でした。その悪夢がまさに日本が自衛隊が海外で戦闘に含まれるということが、トランプさんの大統領、トランプさんの勝利によってさらに大きな現実の危険となって生じているということを皆さんしっかり認識しなくてはいけないです。だからそうなる前に憲法違反の法律はしっかり廃止して、憲法を
しっかり自衛隊は海外では戦争をしてはいけない、海外に派遣してはいけないというこの憲法をしっかり元に戻して正しい解釈にして日本の平和を守ろうじゃありませんか。まあ、トランプさんが出る以前にですね、南スーダン安倍さんは自衛隊を PKO に派遣しました。 PKO っていうのはもう戦争や混乱が終わって平和のところに平和を守るために行くというのが原則でした。しかし今南スーダン政府軍と反政府軍が武力衝突をしている。もう 2,3 ヶ月前に待ったばっか。たまたまその首都のジェバでは戦闘がないかといっても国内では戦闘状態にある。そういう時に PKO を派遣して、でこれまでは警備活動をしない、いわば銃と銃で戦う、そうしたことをしないという PKO を今度はできることにしてしまって今言ってます。何が起こるかわからない。まさに安倍さんが昨年強行採決で通したこの危ない危ない法律が一歩一歩前に危険が進んでいる、現実化しているというこの状況、しっかりとこれをやめさせなくてはいけない。もう今その方法は一つしかないです。皆さん早く安倍さんを政権の座から引きずり下ろしましょう。早く選挙を行って野党が力を合わせて日本と平和と民主主義を守るようなそうした政権をしっかり作ろうじゃありませんか。私も私もしっかり他の野党さんと力を合わせて頑張ることを皆様にお約束しまして今日の挨拶にさせていただきます。頑張りましょう。ご清聴ありがとうございます。小川敏夫さん、どうも貴重な話をありがとうございました。小川さんはこの夏の選挙でちょうど新宿あちらの方あの辺りに選挙事務所がありましたよね。たくさん若いボランティアの方たちがお見えになってすごく若い方たちに、学生さんや若い方たちに期待されている、小川敏夫先生でした。どうもありがとうございました。集団的自衛権のテーマで引き続き、今度は